野焼き支援ボランティア、阿蘇ジオパークジオガイド、高島信夫さん。阿蘇高岳の登山に訪れた際、延々と続く草原の美しさに心を打たれ、退職を機に阿蘇への移住を決意する。現在、阿蘇ジオパークのジオガイドを行いながら、草原維持に関するさまざまな活動を積極的に行っている。福井県です。はい、阿蘇の高岳に登りに来た時にですね、瀬の元の方から、こちらを見た時のすごい雄大な草原を見てですね、素晴らしいなと思ったのが最初のきっかけです。それは何年前？20年ぐらい前ですね。で、あと実際にここに決めたのはですね、山とか自然がたくさんあって、しかも生活の場がすぐそばにあるという、この両方揃ったっていうのがですね、なかなか日本中探しても見つからなかったんですよ。まあ最初は景色だけが素晴らしいなと思っておったんですけど、住むにつれてですね、ますますまあ阿蘇は素晴らしいなと、それとこのカルデラとかですね、その巨大噴火のこととか草原とかを知るに従ってですね、日増しにまあよくなっていると、今もどんどんこれからも良くなるんじゃないかなと、そんな感じですね。まあともかくですね、自然の中で、まあ、火を燃したりね、それからわち切りって草を刈りますね。まあともかく楽しかったです。楽しかった。もうわち切りなんか汗だくになってやりますよね。それがもうなんともこの中でね、この広いところで草を刈るなんてね、まずですね、初めて会う人ですよね、顔も見てない人に突然大観峰なら大観峰で会ってね、から行くわけですけど、その会ったことない人にですね、会う時の不安とワクワク感と両方がね、で実際にこうガイドしますね、あっちこっち行きますね、小国へ行ったりあっち行ったりしますね。するともうね、大体喜んでもらえるんですよ。でニコニコしてありがとうございましたって言われると、で後からまたお手紙もらったりメールもらったりするんですよ。もうこんなすごいいい仕事はないなと。またこれも草原と同じ、趣味と実益ともう重なってね、非常にいいなと思ってます。もう感謝してます、阿蘇には本当。阿蘇の草原はですね、ご存知と思いますけど、昔はなくてはならない、化学肥料がない時には堆肥ですね、それから牛は軽トラがありませんから、牛馬はみんな軽トラ代わりですよね。ですからそれの餌にもなるし、それから敷きわらとかですね、いろんなもの、それから屋根のかやぶきですね、これももうその前は壁もまあかやだったということなんかでですね、この広い草原が、まあ、取り合いになるぐらい草が大事だったらしいんですよ。で大正とか明治の頃はこれのまだ倍はあったっていうことですんで、そのぐらい貴重な資源だったんですね、要は宝だったんですよ。ところが今もう畜産もちょっと衰退気味ですよね。それから軽トラができちゃって牛馬もいらない、そうすると草原がですね、価値が、草原自体の生み出す価値っていうのがものすごい減ってしまったんですね。で放っておくと森になってしまうんで、20年もするとその林とかなっちゃうんでね、この素晴らしい草原を維持しようとするとですね、お金にならないことでこれを維持していかなきゃならないんですね。と若い人は生活ができませんから、なかなか後を継いでこの草原の野焼きをですね、やってくれる人がいないんですね。で今ボランティアが
相当の人数ね、年間に1000人以上はやってるんですが、ボランティアだけでもとても維持はできないんでですね、いかにこの草原がまた価値を生むかというところにですね、大きな課題が残ってますんで、それは今一生懸命県も挙げてですね、模索しているところですね。まあ、世界の農業はそういう課題をね、多かれ少なかれ抱えてますんで、まあ、一つは世界農業遺産の方でも取り組んでおられるね、草原の堆肥っていうのは非常に有益なバクテリアを含んでいるということでね、それが普及してくれると、まあ、非常にいいなと、あとはですね、やはりこれだけの素晴らしい景色ですから、見ていただいたようにね、これを観光にうまく生かせて地元にお金が落ちるようになるとですね、まあ、それは私はまあガイドもやってるんで、なんとかそっちの方がね、でもちろんこの景色が維持されて、なおかつ草原がですね、大事な宝に戻ってですね、昔と違う価値がここについてですね、さらにもうちょっと広がったりきれいになる。で草原の中に人々がバーッとこう歩いたりしてですね、ニコニコして笑ってね、で休み屋ではバーベキュー食べてというような姿もなってほしいですね。まあここの空気を吸ってるだけでもう宝ですね。ここにいるだけでも、あるだけで、ね、他の人に共有していただいて、で守るのにも一緒に守ろうねってなってくれるのが夢ですね。